仏は支える。大川隆法。心の指針第3集。仏は支える。いつもあなたは一人ではなかったはずだ。父や母、祖父や祖母、兄弟姉妹、先生や友人、見知らぬ他人、いつも誰かがあなたを支えていた。そしていつしか仏があなたを支えるようになった。偶然映ったテレビの科学番組、キャスターがあなたのご先祖様は魚です、と分け知り顔に解説する。だがあなたは人間として作られたのだ。その魂もその体も、防音の大河、何億年もの孤独。少しだけ微笑んで、仏はあなたを今日も支える。あなたの家族も、この国も、かの国も、この星も、この宇宙も、仏は黙って支えている。ひたすらに、ただ支え続けている。